メロエ文字は古代エジプトの神聖象形文字と民衆文字に起源を持つ音差文字である。メロエ文字はメロエ王国において少なくとも紀元前200年頃までメロエ語を書き記すのに使用されていた。またおそらく後継者であるショニョビア王国でコヌビア語を記すのに使用された。メロエ語は後にアンシャルタイのギリシア語アルファベットで書き記され、この時、 三つのコメロイ小形文字が表記に追加された。基本的に音素文字であるのでメロエ文字はエジプト神聖小形文字と比べてかなりに異なる使われ方をされた。ある学者、例えばハールマンはメロエ文字がその他の点でギリシア文字とは違う働きを持っているにもかかわらず主として母音用の文字を備えていることよりこの文字の発達に ギリシア文字が影響を及ぼしたと信じている。メロ絵文字は本質的にアルファベットであったが、シーンの発音については他の母音の表記がない場合は母音として A が含まれていることになっていた。単独シーンはシーン記号の後に母音 E を続けることで表示された。つまり、二つの文字からなる m は音節としてのマイメ e t e e と単独シーンとしてのマイメ e t の両方を表している。他方、音節としてのマイメートル A は一つの文字、つまり A を含んだ M で表記され、ミは M と I の二つの文字で表記された。その他のいくつかの音節は特別な象形文字を有していた。この意味でメロ絵文字は正しくは半音節文字であり、同じ頃にインドで起こった文字体系のアブギだと類似している。N? や、S、などのいくつかの音節末シーンは、しばしば省略された。全部で23個の文字記号があった。これらの文字には、4個の母音文字が含まれていた。他の母音がついていない場合は、A の母音があらかじめついているとされる14個ほどのシーン。さらに、いくつかの音節文字、せは、音節を表していたのか、としての S とは区別される、シーン、S。 を表していたのかに関し議論が存在する。同様に、ねは音節だったのか、シーン、N であったのか。また、t は音節としての t であったのではないかという議論もある。ある音に関し、アルファベット文字の代わりに音節文字が使用されたのは、一つの統合文字システム内で、メロエ語の方言的なバリエーションを表現する必要があったためだろうと考えられている。メロ絵アルファベットには、 二つの初期事態があった。エジプト神聖書形文字から取られた記念秘書体と民衆文字から派生した総書体である。大部分の文書は総書体で書かれている。エジプト文字の書き方とは異なり、メロエ文字の二つの事態の間には単純な一対一対応が存在した。例外は総書体では死因が後続する母音愛と一つにまとめられて、 工事となるということであった。記念秘書体は、総書体よりも後に作られ、支配者層のみしか使用できなかった。後には支配者層でも総書体の使用が広がり、記念秘書体は、信仰に関わる事柄でのみ用いられるようになった。初期の方向は、総書体では、右から左へ、そして上から下へであった。新生少径も字体では、右から左へと並ぶ列の中で、 文字は上から下へと書かれた。記念碑文の文字はエジプト神聖書形文字の初期法がそうであるように文書の始まりに顔の方向が向かっていた。また水平あるいは垂直に並べた三個の点からなる文字があり単語訳を分離するのに使用された。これが唯一の苦闘法記号である。この文字が本当にオヌビア諸王国で使用されていたとするとメロエ文字は 紀元6世紀におけるヌビアへのキリスト教の導入と、ともにコプト文字に置き換えられたことになる。文字と初期法は、1909年に英国のエジプト学者であるフランシスル・ウェディング・リーフィスによって解読された。しかし、メロエ語自体が完全には解読されていないため、文書研究はあまりよく進んでいない。ユニコードバージョン6.1以降、以下の領域に次の文字が収録されている。 U プラス1980から1099回メロエ記念秘書隊、U プラス 109A0 から 109FF メロエ総書体。ありがとうございます。